皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ幕末編、現在屋根裏部屋に忍んでおります。今19人くらい切った、19人も切ってないっけ、16人とかだっけくらい切ってます。まあ見つけ次第敵は切り殺していこうという方針で、これ先には、お、いけるね。お、かっこいい。これあれか、最初のオープニングにあったところっぽいな。ネズミ、あ、これなんか罠っぽいな。ん、下に落ちる罠か、落ちるべきか先へ進むべきか、ちょっと先へ進んでから戻り道になった時に行ってみるか。で、どこだ、こっちからこっちへ行ける。ジャンプとか別にないからね。いや、ちょっとマジでどうなってるこれ。あれでもこっち目的地にはなってんな。蔵の屋根裏部屋、もぬけの殻。あ、蔵の鍵ゲットした。カステイラ、先へ進んでる感があるけどな。こっちまで来ちゃったら天守一回屋根裏。え、あそこにレバーがあるってかネズミ多すぎだろこの屋敷。ちょっと分からんな。レバーを引くとどうなる、動かすとあれ変わるのかな、向きが。あ、逆になるのかな多分。とってか止まったんだけど普通に。あ、逆になってんな。なるほど。とりあえずじゃあこれこっちから行って、これは回収しよう。え、鍵なんかいっぱいあんの。縄を張れば近道ができる。縄ナイス。そんなの、あ、鍵縄、なるほどね。いやー、そういう感じか。帰りたいは帰りたいな。いろいろ他のところも見たいからな。ここの仕掛けは結構めんどくさそうだな。これあっち行けるよね。で、行けない。これも行けない。こっち、ってか、帰れるか、俺。あのベルトコンベアが逆になってんな。ちょっとスキップしよう。あ、しかもこれあれか。全体が変わるわけじゃないんだ。変わるところは変わるけどみたいな。これ下に落ちたらどうなの、さっきのネズミみたいに。いや、ちょっと一回出よう。もう少し探索したい。ここはもう何もないよね。見取り図ちょっと見よう。なんかだいぶ来てんだけど。これ下には行けない。左、うん、あ、金の中、元飛び降りる、降りてしまった。これ上行ける、あ、登れんな。調べる、え、仕掛けだらけだマジで。どこにいるんだか分からん、もはや。ん、カチャカチャ、なんだ、いや分からん。なんか調べられる、いや、どうなってる。
ちに行けるわけではない。これとかなんか一個一個なんもなしか。どこだこれ。敵こいつ、こんなところで見張りやってんだ。白一人先手必勝。カトン、カトンの術火炎放射。これはまた火合戦だ。どうだ、2発いけるか。いけない。ここにするときついんだよね。大丈夫だ。天むす20人。あ、でもようやく20人か。これ滝の裏とかってなんか、いや広いわー。こいつ殺すわー。あずさ、強さはもう一緒だからな、大体。カトンの術って、グオー、ミスったー。天むすを食うか近づくか。肉弾戦ちょっと分が悪そうな気がするんだけどな。96、36か。しかもこいつ火炎放射、この距離でも使ってくるのか。30はいくはずだ。よし、十文字やばい。36、火炎放射の方が強くね。終わりだ。許せ。あー、レベル上がんないか。もう一人だな。見取り図現在地不明。マジか。あそこから上陸、あれどっから来たっけ。ここ入ってみよう。あれこっから来たっけ。そうだな、こっから来たんだよね。で、じゃあこっちに上陸できるのか。で、登れるね。いや、どういうあれだ。これなんか影がピチピチ。は？ちょ待って。岩間様とか2032とか、待って待って、無理無理無理。これはマジで無理。どうなってんだよこの城。こいつを一人配置しておいたか。全然いいだろう。こいつ食い殺されないのかな、岩間様に。潮騒い、あ、しまった、入んないわここ。カトンの術、いやミスるな、カトンが、うん、なんでだ。悪のそろばんに切り替えて素早さが下がったのがいけないか。十文字入りだったらなんとかなるかな。カトンの術、これをうまくね2発で倒したいんだよね。すごい、アイテム使ってねえな。すぐ忘れるんだよねアイテム。ごめん、これでレベル上がってほしい。よし、風魔手裏剣、手裏剣乱舞みたいな手に入れた。手に入れたっていうかレベルアップして覚えたんだけどね。あれ今度はこっちが目的地になってんな。いやこれはむずいぞ。全ての城の構造を把握しないと
100人切りは達成できないな。なんか捕らえられてんだけど、鍵がかかっている。蔵の鍵じゃないもんね。これは監視か。ちょ、蔵まで戻りてんだけど。やったぞ。これどういう感じ。1つ6、ここいけるっしょ。お、ウィークになってんじゃん。もらった。強っ。許せ。ただヒットするやつのさ、ウィーク強いよね。地下道の鍵、これってなくなる。ひどっ。これは完全にはめられたわ。地下3階、これもう絶対、なんかもう目的地にいるんだけど。戦闘になった。実験体か。人玉手裏剣。あ、耐性かかってんな。また水筒の方が良さそうだな。水筒の術。よし、一発。経験値すげえ、弱えくせに経験値がすげえんだけど。乱獲していこう。狩り尽くす。同じやつが出るとは限らないけど、人だも同じっぽいな。ここだったら水筒、あー足らねえわ。ここか。今成仏させてやろう。これでサンズの川を渡れ。許せ。もう一体だな。でもさ、これだけ強いってことは、強いっていうか経験値持ってるってことは、食らったら結構やばそうだな。今先手必勝で確実に仕留めてるけど、だってこのさ、ヒットポイントの少なさでさ、こんだけ経験値もらえるって絶対何かあるよね。忍法無限長。大体クリアレベルが10から11前後だと考えると、まあまあまあ上がってきてるな。この人玉がだいぶ経験値持ってるかな。無限長は見るだけ見よう。1つ8。ちょっと使うだけ使おう。特にレジストにはなってないかな。無限値180とか強すぎる。もう負ける気がしない。でここって100人切りの対象じゃないから、なんか もう一回来れば人玉復活してないかな。マジで経験値が多いし、20しかないじゃん、ポイント。くらい倒す。もう一旦ここのやつらを殲滅させればいけそうな気はするけど。え、ちょっと待って。エロイムエッサイム、エロイムエッサイム。ちょ、大丈夫、これ使って。我は求め訴えたり。悪魔くん状態になってんだけど。悪魔くん結構好きだったんだよね、子供の頃。あ、しかもなんかかっこいいキャラじゃないか。お前行かれる気です。ここを出ることはまかりなりませんよ。あの男を助けに来たようですが、それは不可能というもの。なぜなら一階の忍び風情にこの私を倒すことなどできようはずもないですからね。諦めるって何。切るならば切る。不死の身の私に勝てるわけはないのですよ。おやめなさい。じゃあ諦めよう。諦める。賢明な選択です。あなたにはそこで永遠に報われぬ魂と戯れているのがお似合いですよ。え、どうなるこれ。
どういうこと？あ、出てきた。倒そう。経験値稼ぎしよう。人玉。これ複数だな、多分。8ヒット。まあ、今は1人しかいないから、全部ヒットするけど。最悪あいつを倒せなかったらここでレベル上げできるよっていう感じかな。ちょっとセーブして切ってみるか。金の値がなったけど挑んでみよう。このそれでも切る。そうだな。ならば切る。もう少し頭の切れる方だと思いましたが、思ったより愚か者のようですね。それではこの美しい私が父なる主のもとへあなたを送って差し上げましょう。アーメン。この時代のキリスト教なのかお前は。天草四郎じゃないか。なるほど。ちょっと体勢だけ見よう。うん、風は大丈夫そうだな。忍法無限中。よし、2発で倒すぞ。ミスもあったからな。165か。全乱ヒットしないとちょっと無理か。そんな。いや、5ヒットか。遊びはそろそろおしまいにしましょうか。3か。大したダメージじゃないの。結局3回。楽になるのです。いや、めちゃくちゃ下がってる。うん、死刑ダメージの方が強い。だがこんだけやれば当たんだろう。天草四郎終わりだ。この私は死ぬというのか。不死じゃないの。口だけだったな。経験値も大したことない。多分魂より経験値少なくないか。あ、まだ生きてる。いや、魂を全部倒すのか。言ったでしょ、この私は不死の身とね。なるほど、いいだろう。じゃあちょっと排除します。許せ。そしてレベルアップ、砂人の術。あーぶ。一応全員排除したんで、これでどうだ。レベルも上がってるから同じパターンでいいや。ちょっと弱点はないから、この蝶の前で新しい土術も使いたいけど、寝てんだけど。さすがだな、これ今のところ一番使い勝手がいいわ。忍法無限中。遊びはそろそろおしまいにしましょうか。電磁結界も強いっちゃ強いけどね。命中が下がってんのか。しかしここは数の暴力。15くらいだったな。うわ、めちゃくちゃヒット数が減ってる。そんな牛である私。これ大丈夫でしょ、もう破れるなど、ありえぬ、あってはならぬのだ。死ぬよ。聖者のベール。あれ、なんだ。なんな、騒がしいにゃ。ここは居眠りもさせてくれんがかや。まあちょうどええわ。腹が減ってたまらんがよ。何か食わせてくれんかにゃ。カステイラがあったら嬉しいがやけんど、いや、この際贅沢優雅もなんじゃき、なんでも。お、おまん民家屋にゃ、新入りかよ。めっそうもない。めっそうもない。
としたら、おう、わしを助けに来てくれたがかよ。そりゃご苦労やったにゃ。ちっくとここも飽きてきたところやったき。お言葉に甘えて連れて行ってもらおうかにゃ。なんだこいつマジで、囚われの男救出した。なんか罠にかかってさ、あの牢屋のところから落ちてきて。仲間なの？レベル9強いぞ。カステーラくらいあげるよ。じゃあすごい、2人で隠れられる。あ、でも仲間が入ったのはなんかすげえでかいな。お、ここの上司に礼が言いたい。チックと付き合ってくれんかにゃ。そうだな、やつを切る。え、これどうすればいい？いけない。向こうから通じてるか。鍵は力の鍵。ちょっと待って、聖者のベールみたいなの。どうなる？めちゃくちゃ防御力上がるんだけど、なんか呪われてない？大丈夫？なんか幕末編だからこういう色なの。なんかすげえ呪われてる感があるんだけど。何これ、六つの髪みたいな源氏の子で。お下がりやけどやるよ。我が輩は五右衛門である。五右衛門主。貴様何者だ？貴様何者だ？主とはた見逃す。見逃す。ありがとう。このお先に失礼である。こっち行ける？行けない。いや、あのなんか宝箱欲しいな。行けた。あれ、こっから来たんだっけ？なんかすぐ忘れちゃうな。なんかそんな気がしてきた。そうだな、あのコイキングと戦ってみる。戦うだけセーブしてからさ、今2人いるからね。いた、ちょっとセーブしよう。いざ尋常に勝負。やべえよなこいつ。俺のが早いからな。サジの術って何？ああ、だいぶ能力下げられるな。これ使おう。4ヒット。何が使った、あれは？北進一刀流。向きを変える。いや、これはちょっともうマジで。いや、カラワンキー水呼び。うわ、強っ。ちょっと待って、全然無理だ。手裏剣、手裏剣ランス128か。まあ、反撃くんの返しただと、うん、確かに威嚇射撃。危ないぜよ。え、ちょっと待って、それはさ、それはずるいよ。マジか。地形を変えよう。マイル。くっ、しょうがない。ここはちょっと一回天むすを食べる。ヒゲムチガーッ、やられた。いや、ここはもう読みやらせるよ。カステラエリア内だからいけんな。こいつおぼろ丸任しちょけ。まだ
なぎ倒し。いやいやいや、強すぎるんだけど、やっぱり。これ、地形ダメージでも死ぬんだ。なんか使ってみるか、じゃあ、風魔手裏剣とか、10ヒット、威力中。どうじゃ。まあなんか頑張ればって感じだけどね。追って手裏剣。どうじゃ。100くらいか。いや、これはこれでもう終わりだ。死んだ。さすがに強い。敗北。あれ、これこういうエンド。やられました。親方様。何、キャツが。やはり早すぎたか。まだ遠いか。我が日の元の夜明けは。みかん。はい、というところでコイキングにやられてしまったので、まあ、また次回はちょっと、続きをやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。